サロモンソンからのボール、スオビクはじく、そして前へ、今度はクルークスからの組み立てとなるか。さあクルークス、クルークス、そのまま行った、クルークス、ホーム最終戦出ました、クルークスの左足、アビスパ福岡先生です。まあ少し角度は違いますけれども、はい、まあ、川崎戦を思わせるような角度とコースでしたね。はい、まあ、このいいボールでしたけども、まあ、ソービックが弾いた後、出した後、ここ一回クロスを選択するように見えせるんですけども、まあ、ここで自分が少し距離感があるので仕掛けてって、まあ、このシュートですよね。巻きながら外側に、まあ、キーパーからするとやっぱノーチャンスだと思いますし、まあ、あの辺のこうペナルティーボックス内で外ですけれども、まあ、これだけねじ込むだけの力ありますし、日本人ってのはやっぱりあの辺から決める能力ってところは少し低いですけども、やっぱこういうシュートっていうのはもう本当に J リーグからすると規格外のシュートですよね。